ハムデンパークはスコットランドグラス号にある多目的スタジアム。スコットランドの国立競技場であり、クイーンズパーク FC とサッカースコットランド代表のホームスタジアムとなっている。2014年の英連邦大会では陸上競技と閉会式の会場として使用された。クイーンズパーク FC は1873年10月以来ホームスタジアムとして使用している。 スタジアムの完成は1903年。現在は1999年に改装した3代目のスタジアムとなっており、過去には UEFA チャンピオンズリーグの決勝が1960年、1976年、2002年に行われ、2007年には UEFA カップの決勝戦が行われた。また2012年には、 ロンドン五輪サッカー競技の会場として使用された。サウススタンド、一層構造のメインスタンド。スタンドが一つにつながっているためスタンドの境目がなく全体を通して一層構造となっている。ウェストスタンド側コーナーにアウェイサポーター席がある。イーストスタンド、ゴール裏スタンド。ノーススタンド、バックスタンド。ハンプデント、白抜きの文字で描かれている。ウェストスタンド、 コールウラスタンド。サウススタンド側のコーナーにアウェイサポーター席が設定されている。ファーストスコットレールのマウントフロリダ駅、あるいはキングスパーク駅から徒歩5分。両駅へはグラスゴーセントラル駅から約10から15分くらいで着く。最多入場者数は1937年のブリティッシュホームチャンピオンシップのイングランド戦の149,415人で、 ヨーロッパの国際試合で最多入場者数でもある。同年のスコティッシュカップ決勝では147,365人を集め、スタジアム外にも2万人が集まった。ありがとうございます。